長年住み慣れた我が会社も今日限り。引っ越し荷物の整理も順調に進んで、やれやれ。八幡製鉄本社のある部では、部長を囲んでささやかなお別れパーティーが開かれました。3月20日午後5時、八幡富士両製鉄の正式合併を前に大移動作戦が開始されようとしています。引っ越しに要するコンテナ17,000、トラック延べ2,000台、要する作業員実に4,600人。まず一番乗りは会長社長のお荷物。テープを切って華やかなご到着。休む間もないピストン輸送です。コンピューターは情報化時代の会社の頭脳。粗相があってはいけませんと別格扱い。これだけは会長社長のお荷物も先を越されてしまいました。電話の仮設も大仕事です。職員は図面と首っ引きで配線と取り組んでいます。もちろんビルは新築。運び込まれた机や椅子は3,200。夜を徹して60時間、流れ作業の連続に作業員も参りましたか、しばしの骨休めです。さあもう一丁頑張ろう。何しろ従業員8万人の会社になったとあって、職制にも苦心の跡。聞き慣れない副長さんの机はどちらかな、課長さんのはあちらだからと、置き場所も難しいな。この引っ越し料を占めて5000万円なり。3月31日、いよいよ世界一のマンモス会社、新日本製鉄が発足しました。今日は初出勤。私の部は長いかな。課長さんの部屋はエレベーターに乗って、あ、早く、早く。社員には持ち込み禁止の品を決めたものの、それでもあるわあるわ。一体いつになったら片付くことやら。さて何から手をつけようかな。上司から辞令をもらって気を引き締めて、世界一のエリート社員殿、よし頑張りますぞ。部下の拍手に迎えられて新部長。部長さん、恥ずかしいのか照れくさいのか、そう言わずに一つ大いに張り切ってください。